PC カードをタッチまたは差し込んでください。 はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンがタッチ決済に対応、実際に使ってみた感想や、非接触決済のメリットやデメリットを解説、最後にローソンのタッチ決済も、ということで、ついに始まりました。あの、セブンイレブンで非接触決済、タッチ決済のサービスが、ついに使えるようになりました。で、すでにですね、僕、あの、先日動画でも、ツイッターで動画でもアップしたんですが、改めて YouTube の方でもですね、お伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう それでは早速こちらですね。セブンイレブン非接触決済、タッチ決済が6月の11日より順次対応ということでございました。いや、本当にね、これはあの結構前から少しずつ情報は出てたんですけども、いつかいつかということで、ついにですね、先日6月11よりスタートしたということになっております。で、このタッチ決済なんですけども、今この文章と矢印にも出てるように、上記のマークが記載されたカードが非接触対応のカードです。0時のお客様側にあるリーダーにタッチするだけで、 お支払いが完了いたしますということですね。なので、この、まあ扇形、扇型 Wi-Fi のマークのちょっと右を向いているバージョンですね。これがカードに搭載されてればバッチリですよということになります。まあ、例えばで言うと、僕はまあ、よく動画にもさせていただいている Visa Line Pay クレジットカードですね。こちらのカードであれば、ここの出てるようなマークがあれば、このタッチ決済に対応しているということになっております。ぜひですね、ご自身のお持ちのカード、例えば Visa プリペイドカードのキャッシュであったりとか、あと他にもクレジットカードでも 最近まあ、楽天カードにも最近搭載されてたりするので是非ですねそれがついてればタッチ決済ができる。 ようになっておりますので、チェックしてみてみくださいでこのセブンイレブンのタッチ決済なんですけども、一応、ビザマスター JCB アメリカンエクスプレスダイナースクラブということなんですけども、このダイナースクラブに関しては今年の夏からとなっていますので、ここは間違いないようにお願いします。で、他にもですね、セブンイレブン以外にも、イトーヨーカドであったりとか、ヨークベニマル、ヨークマート、ヨークフーズ等の店舗にも、今年の秋をですね、メドに導入予定ということでございますので、まあ僕が住んでる地域にはここ、これらのお店はないんですけども、もし もしですねお住まいの地域こういったお店があればまあ今年の秋まであてばタッチ決済できますのでまあこれも一つの楽しみになるのかなと思いますでですね早速ちょっとオープニングにも流れたんですけどもタッチ決済をセブンイレブンでやってきましたので是非ですねそちらの動画見ていただければと思いますそれではどうぞリストトはい ということで躍動感あるですね僕の大好きなバナナチップスチョコを購入することができましたもう最高ですねで今回僕がこのセブンイレブンでタッチ決済した率直な感想をですねちょっとサクサクっとお伝えしていこうと思いますまあこれに関してはちょっと独断と偏見でお伝えするので人によってはちょっとこれはねえだろみたいなことあるかもしれないんですけどもそこはご了承くださいまず一つ目なんですけどこの赤ランプに違和感ということなんですけどもこれどういうことかと言いますとまあ先ほどですねまあ、ちょっと映像でもちょっと出てきたんですがまあ実 実際のこちらですね、ちょっと切り取ったところなんですけども、さっきこの決済するときにカードをかざす際にですね、この決済する前の段階のときには、今見てるように緑色のランプが光っております。これまだ決済する前の段階ですね、カードかざしてくださいとか、まあ、そういった状況になっております。 で、決済した後に、ここが緑から赤のランプに切り替わります。で、もう一度確認していただきたいんですけども、決済する前はこの緑色のランプで、そして決済した後はこの赤のランプが光るということになってます。まあ一瞬ですね、まあ特に違和感なければ全然それでも全然 OK なんですけども、まあ僕個人的には一瞬こうエラーかなっていうふうに思ったんですよね。まあもちろんその決済した時にパンポンみたいな感じで、 決済音が、まあ、レジ側で鳴ったので、まあ、一応決済できたよっていう合図だとは思うんですけども、この色合いをこう見たときに、緑から赤になったらなんか、止まれみたいな <laughs>。 <laughs> そういったなんか勝手に認識として思ってしまったので、まあ無事にね、決済はできたので問題はないんですけども、一瞬見た時にあれっていう風には僕はなりました。まあけど一応ね、赤ランプが光ったら決済完了ということになるので、まあここはぜひですね、間違えないように、まあ間違えるって言っても僕だけが思っただけかもしれないんですけども、ちょっと違和感を感じたことでございました。次、二つ目なんですけど、カード落としそうということですね。これちょっとですね、決済しながらあわあわってちょっと思いまして、このカードをかざす時にですね、あの実際この 決済する時になんかちょっとカード貼り付けるかのようにしながらかざしたっていう感じだったんですよまあ多分ですねもう少しちょっと浮かしても決済はできたかもしれないんですがまあ多分そのチップとかの関係にはよると思うんですけどもなんかちょっと一歩間違ったら少しこうカード置くというよりかはそのままパンってここに貼り付けるような感じでかざす感じだったのでなんかちょっと落としそうだなっていう感じではありましたまあちょっとこれも個人差があると思いますで他にもここでかざす時っていうのは例えば7個であったりとか他にもまあスマートフォンをここに かかざすすとととそういいったこともあると思いますなので、まあ僕がね、タッチ決済が不慣れっていうこともあったので、まあ少し落としそうだなっていうふうにも思いました。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、もしあのカードケースとかに入れられてる方で、まあ、タッチ決済とかできたかどうかですね、そういったコメントなどあると、それはそれでまた嬉しいです。ちなみに、ローソンなんですけども、ローソンもタッチ決済ができるようになっておりまして、ローソンの場合はご覧の通おり、まあ、結構ですね、かざす機会がまあ寝ているっていう言い方変かもしれないんですけども、 なんかもう置く感じなんですよね。なんか貼り付けるというか置く感じなので、まあこれで決済ができるということになってます。で、プラスアルファ、この暗証番号を入力するところの、まあ上にプレスチックの部分があるので、間違って下にポロッと、まあ落ちにくは、落ちにくくはなってるのかなっていうふうに思いました。なのでちょっとね、僕自身がセブンイレブンでカード決済、カードタッチ決済するときは落とさないようにちょっと気をつけようかなというふうに思いました。以上が二つ目のですね、カード落としそうについてでした。次三つ目、伝え方が点点点ということで、 これはですねまあタッチ決済をするときって本当にまあ一つの課題なのかなっていうふうに僕思いまして実は先ほど実践動画で流した動画のときはまあクレジットで僕は言ってたんですけど実はその間にですね、まあ、軽く一ともんちゃかったんですよ僕試しにですねまあ分かっておきながらあのタッチ決済でお願いしますって言ったら 店員さん、まあ、ちょっとおいちゃんだったんですけども、その方が、うんみたいな感じで言われて、ああ、まあそうだよな、と思って、<laughs> まあ僕もね、もし通、通じたら嬉しかったな、という風に思ったんですが、そこはもう普通にクレジットという風に言い直して、無事に決済ができたということでございました。なので、もしですね、タッチ決済をする際には、クレジットカードでお願いしますであったりとか、クレジットで決済っていう風にお伝えすれば、スムーズに決済ができます。一応ですね、各国タッチ決済って書いてるんですけども、タッチ決済なかなか伝わりにくい、まあこれローソンでもあるんですけども、ちょっと と伝わりにくいことがあったりするので、まあ、ぜひここはもうクレジットカードだったり、とか、クレジットでお願いします、というふうに伝えてみるのもいいんじゃないかな、というふうに思います。以上が、僕が実際にセブンイレブンで。 タッチ決済をした感想で、ございましたでそれに関連してですね、まあ、タッチ決済のメリットやデメリットもせっかくなのでお伝えしようと思います。で、まずこのデメリットなんですけども、やっぱりですね、対応する加盟店が少ないということですね。これは本当にちょくちょく前からもですね、ちょっとお伝えしてたんですけども、今、タッチ決済が可能なお店なんですけども、これはもうビザの公式のページからそのまま引っ張ってきました。ざっとこれが今全部出てるお店でございます。今出てるお店だけでも、まあ、32加盟店というんですかね、まあ、こういったところが出てますね。まあ全国的に 使えるということでまあ、僕自身はまあマクドナルドとあとスキアで使ったことがありますま全、あ、商グループということであとローソンですね他にももしかするとまあちょ,ちょっとした飲食店とかでもまあ使えたりする場所もあったりするみたいなんですけどもまあ、基本的にはこれらのお店でしかまあ今のところ全国的に使えるところは少ないなっていう風になっておりますなのでねまあ、これはぜひどんどん使えるところが増えてくると僕個人的にはちょっと嬉しいなという風に思います続きましてメリットですねまあ、結構まあデメリットというかメリットの方が大きいかなと思います ま、ざっと4つですね。まず1つ目、決済がスピーディーということで、これはね、本当に動画を見ていただいた方なら、お借りいただけたと思うんですけども、とにかくもうかざして決済完了なので、めちゃくちゃ早いです。で、なおかつね、スマホ決済とまた比較するのもあれなんですけども、まあ、毎回そのアプリを立ち上げたりとか、そういった動作が特にないので、まあ、それも含めてとにかく決済がスピーディーっていう感じですね。で、続きまして、サインレスということで、まあ、クリストカードであればね、もう最近はま、サイン書くことって、ま、かなり減ってきたとは思うんですけども、 まあ、タッチ決済、も、まあ、決済するだけ。 となっていますので、まあとですね、海外でも利用可能ということで、タッチ決済はどちらかというと、今、僕はそんなにまだ詳しくはないんですけども、海外では結構なんか主流になってるという風になってます。なので、普通に海外旅行とか行った時でも、タッチ決済すれば、そこでもお会計ができるので、まあ、それそれめちゃくちゃ便利ですね。で、あとこれ、ビザの公式のページにも記載があったんですけども、世界基準のセキュリティということで、まあ、安全面に関しても、かなり強化されてるということになっております。まあそう こんなこんなで今回はセブンイレブンのタッチ決済を使ってみたという動画、そしてメリットやデメリットについてお伝えをさせていただきました。結構ですね、あの、思ったよりツイッターで動画を上げた時にいいねがたくさんついたので、まあかなり興味があった方もいらっしゃったのかなというふうに勝手に思っております。本当にね、僕もこのタッチ決済全然詳しくはなかったんですけども、結構使うにつれてスマホ決済とは別の良さというのは結構あったので、またどこかタイミングがあれば、これからもちょくちょく使っていこうかなと思います。 っております一応今回お伝えしたセブンイレブンのタッチ決済に関するプレスリリースであったりとか、ビザの公式のページも下の概要欄にリンク貼っておりますので、ちょっと,ちょっと詳細気になるなっていう方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 本当ですかですお願いします <laughs> すみませんえっ、ー、と、タッチ決済でお願いしますはいはい、こっちがキクリストのはい、はい